はい、端から切っていく。この鶏の胸肉を生地にしていきます。坂道の上の方に向かってパタンとやる。俺すごいうまくいったからめっちゃ饒舌だよね一気にこう半生トマトソースね。うまいなこれ。皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。5月にこんな本が出ました、材料2つだけ木島流極うまレシピということで、本当にね材料2つだけです。この表紙だったら肉とピーマンだけ、この2つでできる2つの食材だけでできる料理のレシピがたくさん載ってる本なんです。この中から今日はちょっとね一品紹介したいと思います。ででん、鶏肉のピザ風フレッシュトマトソースね。この鶏の胸肉をピザ生地のように広げて焼いて上に生のトマトのソースをかけるっていうね、ほんと材料2品なんだけどめっちゃうまいんですこれ。でね、この本すごいのがさ、こう開くのよめっちゃ。だからこうやってキッチンに置きながらも料理しやすいね。というわけでぜひ最後までお付き合いください。じゃあまず材料です。鶏の胸肉、トマト、メインはこの2つね。あとピザチーズとか小麦粉とか塩、ドライパセリなんかが入ってまいります。さあではまずトマトのじゃあヘタのくり抜き方からやってみる、ね。はい、包丁をですねこういうふうに持ちます。こうね、こんな感じで持ちます。ここが大事で、この先っぽがちょっと出てる感じ、ここが大事です。でトマトを持つ、これを刺す、ブスッと刺す。ヘタを円錐状にくり抜きたいので包丁を斜めに刺します。一番悲惨なのこの手までブスッと刺さっちゃうのが悲惨じゃない。こうしておくことで親指がストッパーになってさ、包丁がこれ以上奥行かないのよ。でこのままトマトの方を回すような感じでくるっと一周させるとスポンとヘタだけ取れます。さあでこれを横半分に切ってヘタを種を取るんだって。半分に切って種を今日は取っちゃいます。この種だよね、ここでね、ここね、これをこんな感じでポコポコって取っていきます。このスプーンのこの背の部分、柄の部分、要はここの種の部分が水分が多いから今日は使わないですよっていうことです。でこれを1センチ角に切っていくんですって。こんな感じで、ここさトマトの皮って滑るからこれ切りづらいじゃない、こういうのが切りづらいじゃない、通販番組でもよくやってるけど、切りづらかったら断面を上にして切れば切れます。あんまり切れない包丁でも切れます。ただこれずっと言ってると通販業界から俺消されるかな。はい、こんな感じで、はい、1センチ角に切っていく。この時も皮の方を下にして切ると切りやすい。ここもさ皮じゃない、切りづらかったらこう裏返しちゃってこっちを上にすれば切れる。これがトマトソースのベースになります。塩小さじ1/4、ドライハーブ、今日はもうパセリ、バジルでも何でもオレガノでも何でもいいです。まああればね、あれば入れてね。でここにオイル大さじ1杯1混ぜていきます。これで生のトマトのソースができました。これも1センチ角に切っていきます。皮を剥くね、1枚きっかけを持ってこれをこう包丁で押さえてビリ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 で、余分な脂肪は取っちゃいましょう。こうね、でこの皮の方ね、これ今日は使わないです。ラップで包んで冷凍庫で、ある程度何枚か溜まったらトリカーポン酢、ね、がおすすめで、これを1センチ角に切っていきます。もうねどうせ1センチ角に切っちゃうから切る向きはどうでもいいです。こっちの方が切りやすいよね、縦にで幅が太いところは今全部こう1センチ角の棒状になってます。これをまた並べて、はい、端から切っていく。ボウルに入れちゃいます。この鶏の胸肉を生地にしていきます。材料どんどん入れていくよ。ここにまず入るのが小麦粉大さじ3杯入れたらまず混ぜます。こんな感じで、ここにお水、お水が大さじ2杯、ドロドロになってきました。お塩ちょっと、はい、これでドロッとした衣ができます。さあではフライパンにオリーブオイルです。大さじ1/2杯ぐらい入れて、はい、全体に広げたらこの鶏肉ね、
これを入れて、今一回塊になってるのを全体に広げます。多少穴開いたって OK。 広がったらチーズ、これね、あえてこの肉がないところにも散らかしておくと、後でここはカリカリになりますからね。で、これで火つけます。で、中火でまずは、肉に焼き色がつくまで焼きましょう。さあ、焼き始めてから今3分ぐらいかな。ちょっとね、これゴムベラ使ってください。で、端からこういうふうに剥がします。一回耐熱性のゴムベラを使ってくださいね。そうすると動くようになるよね。 OK。 でちょっと裏見てみて、ほら、あ、いい感じになってるね。はい、そしたら裏返します。裏返し方、これね、覚えておくといいと思う。これ向こう側にまず下に入れます。そうしたらこれをね、こっち向きにするんです。で、こう流す。で、坂道の上の方に向かってパタンとやると返せます。これね、ハンバーグ返す時とか、いろいろいろんな時に何かを返す時に使いやすい技なので、ぜひこの坂道の上に向かってパタン、要はこれが滑りながら落ちる力とこっちに返す力でくるんと回るのよ。俺すごいうまくいったからめっちゃ饒舌だよね失敗したらもっと言い訳がましい言い方するんだけど、うまくいっちゃったからすごく饒舌に喋ってますけど、そういうこと。はい、で、このまま3分ぐらい中火で焼いてください。で、その間にこれ見とこうかね。これこんなになってます、今。で、この使い方がさ、この本の中だと生のトマトを乗っけるっていうやり方なんだけど、これに火入れてもいいよね。空いたフライパンでちょっと火入れて上からかけるっていうのも美味しいと思います。ちょっとどっちにするか今悩み中。焼けてきましたよ。こっちの面はチーズが下にいるからね、ついてないかこう確認してまた動かします。ちょっとちらっと裏を見て、あ、いい焼き色ついてるね。そうしたらこれを取り出します。この取り出し方はチーズの方をさ、上にしたいじゃない。なので蓋、こんな感じでお皿を乗っけて、で、一気に返します。こうして一気にこうで、パカッとやれば焼けました。で、空いたフライパン、これね、本のレシピだったら生のトマトを乗せるっていうやり方なんですけど、今日はちょっとアレンジでこれを一回トマトをソースにします。加熱しちゃいます。この馴染んだところをさっと煮ます。ちょっと温まるぐらい、半生トマトソースね。はい、これぐらいじゅわーっと少しとろーっとしてきたらもう OK。 これでかけちゃいましょう。やっぱさ、種取ってるから全然水気があんま出ないんだよね。これがいいですね。じゃあここにこのトマトをたっぷりかけます。出来上がり。見てこれ、おー、うまそう。いただきます。ちょっとこれ音聞きたいよね。音聞かせよう。取れたかな、このチーズがさ、カリカリだからザクザクって音がしたと思うんですけど、で、ここにソースを乗っけて、すんげえいい感じなんだけど、いただきます。うまいなこれ。鶏肉を固めるために小麦粉でまとめました。で、その小麦粉って保湿効果があるからさ、鶏の水分が逃げないんですよ。なので胸肉なんだけどすごくジューシーで、鶏肉これだけ細かく刻んでるからパサつきもちろんないし、すんごい柔らかいから、もうナゲットっぽいんだよね。だから胸肉で作ったナゲットに近い。そしてこのね、生のトマトのをさっと煮たソース、これいいわ。なんか程よく加熱するから酸味が抜けて甘みがグーンと引き立って、あとこのチーズの濃厚さとこのチーズが生み出すカリカリ感、これよくできた料理ですよ。本当めっちゃうまい。鶏の肉で生地を作って焼くっていうのが、糖質制限の中の人でも食べやすいし、これならダイエッターでもね、砂糖も入ってないし、小麦粉ちょっとしか使ってない。これはね、上のソース変えていろいろ楽しめるからおすすめです。ぜひ皆さんも作ってみてください。コメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。さよなら。